16世紀のインド洋におけるオスマン帝国艦隊。セルマンレースは16世紀前半のオスマン帝国海軍の提督元海賊でエジプトのマムルーク朝の海軍で活躍し、オスマン帝国に復帰してからもポルトガルと戦ったエーゲ海のレスボス島出身。マムルーク朝の末期、セルマンレースは2000人の武装したレバンテ人の一団を率いて、 マムルーク朝で軍務に着いた。これは、オスマン帝国のスルタンセリム一世の意志に反するものだったと推測される。インドとエジプトの間の高信量貿易がポルトガルによって妨害されていたため、セルマンレースは1515 15年の9月30日、マムルーク朝の艦隊19隻を率いスエズを出撃してインド洋に向かった。この艦隊には3000名が参加しており、 そのうち1300人はトルコ人だった。艦隊はカマラン島に要塞を建設した。が、1516年9月17日、イエメンとアデンの占領には失敗した。セルマンレースは1517年にポルトガルの攻撃からジッタを守った。1517年、彼はマムルーク町が崩壊する直前の時期に行われたポルトガルの攻撃からジッタを防衛した。 マムルーク長が滅ぼされた後、セルマンレイスはイスタンブールに送られ、1520年まで府中を理由に投獄された。1524年、パルガルイブラヒムパシャのエジプト赴任に伴い、セルマンレイスも軍務に復帰した。彼は当時のインド洋の状況について詳細な報告を行った。エチオピア、イエメン、アフリカ南東部スワヒリ海岸といった地域の占領と、 ホルムズゴア、マラッカからのポルトガルの放築を提案した。1525年、ポルトガル艦隊が航海を襲撃したことで、彼らの脅威がエジプトに近づいていることが明らかになった。1525年、セルマンレイスは合計299門の大砲を備えた18隻からなるオスマン帝国艦隊を指揮する提督となった。 船は放置されていたジェッタ艦隊から回収されて、スエズで回収された。約4000の不評を率いるハイレッディンガ・ールルート彼は協力して任に当たった。彼らは1526年にスエズを出発し、最初にジェッタを回復した。1527年1月にモカに上陸した後、彼らはイエメンの内陸部へ遠征軍を率いて進み、 ムスタファベグを斬首してこの地域の征服に成功した。アデンは独立したままだったが、オスマン帝国の総主権を認めた。その後、艦隊はカマラン島に海軍基地を設立するために出発した。これにより、オスマン帝国は航海の正解権を取り戻し、ポルトガルは1527年には航海に艦隊を送り込めなくなった。これらの成功に続いて、 インド洋の様々な戦力がポルトガルに対抗するため、オスマン帝国の助けを求めてきた。1527年には、ホルムズの大使とカリカットのザモリンから来た。1528年までに、オスマン洋兵は遠く、スマトラへと向かうイスラム教徒の船にまで乗っていた。しかしその後、セルマンレースがハイレッティン・アルルートの対立状態に陥ったことで、 これらの努力は大幅に弱体化した。セルマンレースは後に、ポルトガル及びヒンドゥー教国の同盟に対抗して、インドのムスリム勢力を援護した。ありがとうございます。